前回のブラッドボーンは浮いてる。すげえ。すごい。やばい。タイミングよく受けて。タイミングよく。小島はまずい。私はやったんだ。見ろこの刃を。これが俺の血の色だ。血が出たじゃないですか。はいどうも、ブラッドボーンでおなじみのこのトップハット、実はね、昔ビーバーの毛皮で作られてまして、一時ね、このトップハット作るためにビーバーは絶滅しかけました。てなわけでどうも皆さんこんにちは、こんばんは、りょうと申します。さあ今回ね、ブラッドボーンまた続きの方やってくんやけど、完全に忘れてたエリアが1個あって、悪夢の辺境ってエリアが、まああるんですよ。だけどそのエリア、僕そこまで好きじゃなくて、ちょっと今回のシリーズでは割愛しようかなと思ってます。なので今回からもうダウンロードコンテンツのエリアに向かっていって、ダウンロードコンテンツ終わったら、もうラスボスやって、このシリーズ、締めという感じでやらせていただきましょう。というわけでダウンロードコンテンツは途中までやってるんで、その続きの方からやっていきましょう。というわけで、やってくぜ。こっち側行って、ってからに、あ、こいつの話進めた方がええんやったっけな。やっぱり悪夢に興味湧いてきましたね。ほう、それはそれは。悪夢のうちに秘密を感じ、それを知らずにいられない。知らずにはいられないっすね、やっぱり。あんたも好奇心旺盛なんで。ビルマースの立派な祭り。一緒にしないで戻って。そういう狩人なら、この悪夢は甘露にもなる。だが、注意することだ。秘密には常に隠すものがいる。それが恥ならなおさらというものさ。根も葉も茎もないやん、その話。ほんでですよ、この奥っすよ。ここにもちょっとオイラが欲しいもんがあるんで、まず取っとくか。おらおらおら、大阪や。待てこの野郎お前。大阪はなんぼあってもええですからね。塊2つ。エベリン境界剣な。こいつもなかなか生かした武器持ってるんで、それもらいましょうか。ああガトリングや。ガトリングはなんぼあってもいいですもんね。なんでこいつ。ああガトリングはなんぼあってもいいですもん。やってガトリングとノコやりはなんぼあってもいいですからね。ノコなたか。やばい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 。お前この野郎当たってないよ。どんだけ弾持ってんねんお前。骨髄の灰はなんぼあってもいいですからね。痛いってお前この野郎。舐めてんじゃねえぞこいつ。大阪府警舐めてるわ。痛い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 。もうガトリングはなんぼあってもええ言うだけど、それはちょっと乱暴もあったら困んな。こいついつの間にか回復してるし、ただ1回しか回復しないっしょあなた。これマジで誰よお前。うっとうしい。何番あってもええ言うだけど、お前大概にせよ。しまいに限度あるからな。何でもあ物事にはな限度っちもんがあるんじゃ。お疲れビーバー。よこせガトリング。はい、ガトリングじゃ。筋力が28もいんのかお前。そんないったっけ。使えねえじゃん。じゃあ俺完全にこれでブイブイ言わそう思っとったのに。まあでも筋力は何番あってもええですからね。ああもううっとし。ああ地高度が何番あってもええ。地高度が何番あってもええ。もう一匹なんかおったな狩人が。ほんでこれは火炎壺は何番あってもええ。やっぱり爆発金槌爆発せえや。これ爆発すんねんけどな、普通は。あれ取ろうとしたら、次元爆弾みたいに爆発するはずやねんけど、ちょっと手抜いとんな。こんにちは。います、言うて。いるね。モードビーストは何番あってもええですもんね、やっぱり。こいつなかなか強い、軽く。こんなんやったっけ、お前。シュッと。ほら、ほら、400通るか。さっき400出たん何やった?カウンターか?カウンターかこれ。ああ何番あってもええ。銃声は何番あってもええもん。ほらケツお前ケツしやがって。お前この飛び込み強いね。飛び込みやっぱ何番あってもええですからね。今日これしか言えへんよ。こいつ地高毒とんねえの。地高毒したら激毒。ほらもうそろそろ激毒で死ぬべ。お疲れ。お前カリンチョリンやな。激鉄の狩人書。ちょっとテキスト読むか。工房の異端。アリサー重工の前身となる一回派。音工房の発行した狩人書。独自の発想と複雑な機構。そして奇妙な武器。アリサー重工の哲学はこの頃すでに息づいていた。爆発金槌。古い狩人の用いた仕掛け武器。工房の異端。アリサー重工の手になるもの。カロ付きの巨大な金槌であり、激鉄を起こした後の一撃は、火を巻き、着弾時に激しい爆発を起こす。獣を叩き潰し焼き尽くせ。その端的な攻撃性は、獣を憎む狩人たちに好まれたという。ガトリングガン。フル狩人デュラが旧市街で用いた設置型機関銃。これを手持ちできるように無理やりに改造したものであり、デュラの3人の仲間は最も若い1人が用いたという。極めて高い連射速度を持つが、ごく重く、また水銀弾を急激に消費する。扱いの難しい武器と言えるだろう。今の激鉄の狩人症があれば、もう一個強い銃が手に入ったはずやねんな。まあ、言うて17000も、輸血液にぶち込むんやけどな。輸血液はなんぼあってもええですから。レベルに入れるべきなのか否かって感じではあるんやけど。いや、ここはね、ちょっと待とうぜ、一回。エベリンはプラ8で置いとこう。貫通銃、お前2万すんのか。これもなかなか強いんよな。ライフルね。コボの異端。アリサー重工の前身となる1回派、男盆手になる長寿。狭く細い街路での狩りを想定し、銃弾の貫通性能に特化した調整がなされており、一方で迎撃には適さない。で、火力もまあ申し分なしって感じやから、欲しいっすね。爆墜いらんな。爆墜いらねえ、撃って。ガトリンがまあどの道買えるようになってるし、売るか。一旦ね。筋力28なんか上げてられませんわ。で、これで貫通銃買おう。もう塊も突っ込もう。オッケー、両方プラ8ね。ガチでやかましいよな、お前。いった!お前許さん。うれえ!おれえ!くたばっとけ。今マジでイラッとしたもん。ほんまに。本当にイラッとしました。あ、中野バーガー。やっぱ中野バーガー何バーってもええですからね。ヘンリエットさんじゃないっすか。来てくださいよ、久しぶりに。うえっす、ヘンリエットさん、ちえっす。相変わらず綺麗っすね、ヘンリエットさん、お姉さん。ヘンリエットさんも俺に背中見してくれへんやん。俺、嫌われてんのかな。まあ、影見え見えやで。なんだお前は。挽回、みなずきは何バーっても困りませんからね。やめろ!くそ、ちうりごときに!こんなやつに負けるのか、俺は。先かますか。俺来い。俺来い、これ。間違えた、お前、外薬飲んでもうたよ。ナイス。ここは俺がもらうぜ。お疲れ。よくもやってくれたな。さすがにちょっと集金せんとな、取り立てや。どこや、俺の血の石は、お前。誰か持っとんちゃうんけ、お前。誰も持ってない。じゃあ、どこ行ったんだ、俺の血の石は、お前。あ?デローン言うて出てきたけど、見たまえ。圧倒的な破壊力を持つ、ロボットの兵隊だよ。こいつが空から降ってこなければ、誰もラピュタの存在を信じはしなかっただろう。回転のこぎり、俺のかつての相棒来たな。行って!ここ当たんのかよ。行け、ヘンリエット。回転のこぎり、工房の異端、アリサー重工の手になる異形の仕掛け武器。古い狩人、獣ぐらいのバルトールの獲物としても知られている。通常は獣を殴り倒す追魂の類であるが、その進化は追加部の回転ノコギリにこそある。変録にノコギリの刃を配した円盤を複数重ねた。それは飛行により高速で回転し、重皮と肉を細切れに削り取っていく。おらもらうで、ええとこだけ。妖怪ええとこだけもらうおじさんやん。ついてこいよ、ヘンリエット。おい、ヘンリエット、何やってんだ、早くついてこい。お前中野バーガー帰れ。てめえ用なしだ。エシコーロ。うわっ、なんだお前、怖っ。ああいたわ、そういえばお前。この野郎、てめえガチで今怖かったんやけど。ホラゲーやめろ、ホラゲー。あれ、ここにバルトールいなかったっけ。呼べたはずなんやけど。あれじゃあ、こいつちなみに輸血液めっちゃ出します。バルトールさんが呼べねえな。一旦帰るか。呼べるかな?バルトールさんは呼べますね。やっぱヘンリエット出したからあかんかったんや。ピザカッター師匠、ようこそいらっしゃいました。まあ、バルトールさんだけでいいか。マダラスも確か出せたはずやけど。どこ行くんですか?あ、あいつやんに行った。お前ここにおったんか。あ、メンタマや。なかなかの強敵ですけど。まあ、やれるやろ。ピザカッター何番あってもいいですから。もう助けようないやろ、お前。いるー。おぞましいグロすぎやろ。呪われたルドウィグがキモさの塊やん。許してくれ、許してくれ。許してってことはお前なんか悪いことしたんちゃうの。爪長っ、爪の手入れ大変やな。ホラゲの敵やん。ホラゲの敵やめや。これ初手から突っ込んでくる。よいしょ。255か。やっぱりここはバット、挽回、みなずき、ザキョウはコニット、しまいえ。そんなもんか。もっと食らうと思っていたが、その程度であれば全然やれそうだな。こいつ結構殴れるボスやから、まあ激力も通るっしょ。いやー結構これ後ろに引いたらあかんわ。あー痛いなあ。あなた結構やるわね。これバルトールさん読んだら逆にか影が分散するから、やっぱソロで行くわ。言われてみればお前とソロでやったことってあんまないな。第2ラウンドだ。いや最終ラウンドだね。うわーなんだこれ。お前そんなはずあったな。そういえば言われてみればありましたわ。ナイス回避今のは。先見の目。いっていっていって、ヨセフか、ヨセフか入れて。やばそう。あ、これだ。ワンパンやばい。近くにしてる。スリップといて。何やってんの。もしかしてソロでやったらお前クソ強いんか。いかに俺はバルトールさんの世話になっていたかっていう話ですよ。これ避けられへんねんけど本当に。避けられへん上に体力半分持ってく。ギャー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 やかましいなお前。こいついつ激毒とんの。なんだって。やばそう。やばくないか。よいしょ。なんか距離がね掴みづらいんだお前。後ろに避けんかったら絶対当たんな。お前こんな強かったのかよルドウィーク。水くせえぞ。さっきうまいこと言ってたのにな。ちょっと逃げ腰になんな。逃げ腰に死んだかも。ナイス。ここに輸血液あるんやけどな。まだ拾わんとこ。あああ、はい、事故です。今のは大事故で来た。拾うか。3つだけやったっけ。大丈夫よ。まだ当てる時間じゃない。まだ当てる時間じゃない。お前激強ちゃんじゃん。早く変身しろ。本気出せ。オッケー来たー。こっからですよ。これクソかっこいいから、このムービー。このムービーガチかっこいいから。目に正気が。ずっとそばにいてくれたのか。これはまさか我が師月光剣だ。導きの月光よ。ブラボーの月光剣が一番かっこいい言われてますからね。月光剣だけはなんぼあってもええですもんやっぱり。よしやろうか。ちょうどこっちも輸血液半分よ。こっからのがまだやりやすいよ。モーションが見やすいからね。こっからこれは爆発。立ち筋が読みやすいんだよ。こっから人型ボスみたいな感じやね。はいはい。あ、通ったね。人体の壊れる音してるんちゃうお前。えらいとこで突っ込んでるけど大丈夫これ。倫理的にまだお昼ですよ。神明解放か。ああ、エクスカリバーマスターソードとも言う。マスターソードでもあったんか。月光剣はこれ爆発やろ。よしこれは効かない。やっぱりお前変形後の方が弱いよ。あ、でも前に出んな前に出んな前に出んな。前に出すぎんだお前。ない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 いや、なまった。こいつ前に出るとダメだ。ケツにつけ、ケツに。あ、死ぬ。死ぬんだー。お前、こんな強かったのかよ、ルドウィーク、お前。はい、汚い汁。汚い汁、汚すぎー。なめたらあかん。人生なめずにこれなめて。なめたらあかんとか言うてる間に死んでいくわ。ござまげだ。流れいい時に限って変なミスやっちゃうよな。でもあるあるやと思うけど、激毒とんねえのかなこいつは。これ舐めたらあかん。この攻撃は、この攻撃だけは舐めたらあかんだよ。激毒とんねえ可能性これ大やな。よっしゃ変身きちーが飛ばしますと、こっからのが絶対にやりやすいから。ダメだ。この位置やばい。この位置が一番危ないねんから。こういう距離が一番こいつ危ないよ。いだよ。変形後はねモーションよく覚えてんの俺。ここで通るよ。はい、とんでもないとこに手突っ込んでいくぞ。これ内臓攻撃通すべきなのか。これ爆発するよ。痛いよ。違う、これ神明解放や。エクスカリバー。痛い。やばいって。回復させろ。何回切るんだよお前。これは普通に爆発ね。今回あれ絶対決めてやる。音楽もいいんだよなこいつ。よいしょ。タイミング。非常に良くない。いや今の食らったのでかすんげ。この距離よろしくないな。後半飛んでこないな。いける。押せ。しゃーお疲れや。やつガチで強かったお前。いや、ソロで倒した時の達成感ときたらもうこれやばいっすね。達成感だけは何番あってもいいですからね。獅子神様よ。狩人よ。光の糸を見たことがある。狩の糸はとても細く儚い。だがそれは血と獣の香りの中で、ただ私のよすがだった。よすが真実、それが何者かなどは。決して知りたくはなかったのだ。知っちゃったか。発狂してもうてるやん。頭いってもうてますやん。あ、これあれか。教会の装束じゃないとあかんのか。教会のものです。教会の狩人よ、教えてくれ。君たちは光を見ているかね。私がかつて願ったように、君たちこそ教会の名誉ある剣なのかね。多分そうやと思う。多分な。そうか。知らんけど。それはよかった。知らんけどな。あざけりと罵倒、それでも私は成し得たのだな。ありがとう。これでゆっくりと。こいつ教会の最初の狩人やったよな。暗い夜に、しかし確かに月光を見たのだ。月光を見たのだと。お疲れっす。月光の聖剣、モテんけどな。高く売れます。かつてルドウィークが見出した神秘の剣。青い月の光をまとい、そして宇宙の深淵を宿すとき、対人は暗い硬波を飛ばしらせる。聖剣のルドウィークを象徴する武器であるが、その対人を実際に目にしたものは少ない。それは彼だけの密かに秘する導きだったのだ。だがその正体は、みたいな。よっしゃ、帰るか。これ打って金にするわ。56000円、素晴らしい。で、回転ノコギリも持てんから、うっちもて、俺のかつての相棒ではあるけど、打っといて。とりあえずそんな感じですね。10万か。レベル上げよう。血に森と振っていくわ。35までいこうか。めっちゃトイレ来た。てなわけで、今回ここまで。今回も最後までご覧いただいた皆さんどうもありがとうございました。てなわけで、See you next time! バイバイ。次回、また遊びに来てな。ほな。